ばんは。サッチ、やっほー。やっほー、こんばんは。サッチ、やっほー、こんばんは、こんにちは。こんにちは、こんばんは。サッチ、サッチ、こんにちは。こんにちは、こんにちは。やっほー、サッチ、やっほー。今日もかありがとう。こんばんさちこ。おほやーほやー。さちやほー。こんにちは。こんばんはこんばんは。やほやほ。さちやほー。さちは今、ですね。トトリさんありがとう。さっき暖房つけて、今、震えながら配信をしています。寒っ。テロップね、入れかけだったから今もう一回入れます。こんにちは鈴木さん、ありがとう。かまちゃん、ありがとう。いやー、雪降りましたね。ね、今日雪が降ってたねって。そう、びっくりした。今日お外出たんだけど、そう、雪降ってたからびっくりしました。広島寒いです、めっちゃ。そう、なんかヒートテック着るか迷って、結局作ったから、あ、作ったっていうか雪だるま作ったに引っ張られちゃった。結局ヒートテック着て出たからよかったんですけど。そう、よかった。もう寒くて。こんにちは、どうぞ。ありがとう、さやかちゃん、ありがとう。さち、こんばんは、こんばんは。みんなの件は、あ、ビリマンさん、安部さん、ありがとう。しゅんちゃん、ありがとう。かきひろさん、ありがとう。みんなの地域は雪降りましたか？もちありがとう。こんにちは。寒い、本当に寒い。ちょっと体勢を変えます。ちょっともうちょっとさ、OK。 やっほー。ちょっと近かったですね、いろいろ。寒いです。トトリさんありがとう。ハルさんありがとう。名古屋もチラチラ。じゃあ今日は全国的に結構降ってるのかな、雪が。トトリさんありがとう。シャチのメール、雪、そう、雪がね、ホロホロと降っていました。そう、あ、恥ずかしい恥ずかしい。こんにちは、シャチ、ヤッホーヤッホー、ありがとう。寒い。もうね、白ニット一枚じゃ過ごせないね。寒い、今本当に寒い。サッチ、ヤッホー。サトピー、ありがとう。ええ声、ありがとう。懐かしい、ええ声や。サッチ、サッチ、ハチリコさん、ありがとう。なんかね、本当にさっきつけたから暖房。どうしよう、もう凍えそう。覚えてます今。はじりこさんありがとう。ゆきおさんありがとう。こんにちは、こんにちは。前髪も伸びてきましたしね。でもさっち冬好きなんですよね。寒い寒いってずっとね言ってるんですけど、なぜかというと冬はですね、毛穴が小さくなるんですね。そう、だから大好きなんですよ。今日も配信お疲れ様、お疲れ様、ありがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。そう、寒いからパネ変身とかじゃないんだあれは。まあまあ、そう、朝起きたらね、びっくりしたよね。しかも結構降ってた気がする。しっかり雪が見えたから。さっちは部屋にもね、もうこたつないんですよ。でも買う予定もないですっていう感じです。こうやって買ったら待ちに。ありがとう。今も少しちらついてます。そうだな、ちょっと今お外見れないけど、クリスマスコンサート当日雪降るかな。
ホワイトクリスマスみたいな、ホワイトクリスマスコンサートになるといいですね。寒いね。こたつは寝落ちしてしまう、体良くないか。いや寝落ちしちゃうよね。そう、何回もね言ってるんだけど、さっち床でさ寝ちゃうしだから絶対。こんにちは、しけんさんありがとう。絶対こたつ買っちゃったら私は毎日床で寝ることになってしまう。なこさんありがとう。そう、床で寝落ちしちゃうんですよ。そう、しかも結構数十分とかじゃなくて結構寝るから。そう、こんにちは。え、ブルーライブは楽屋テントになるから。ギャギョーン、りゅうちゃんありがとう、ハート。そっか、まあそれもいい思い出ですね。みんなで頭たみんなで声かけ合いながら頑張って寒さしのぎします。こんにちは、こんにちは、こんにちは、さちありがとう、こんにちは、こんにちは、ソルさんありがとう、ディオストラさんありがとう、サチヤホー。そう、暖かくしてね、ありがとう、配信してな、絶賛もう凍えてます。なかなか暖房が効いてくれません。マッチの日、あ、マッチの日でね、確かに確かに雪ね、雪が降ったら来れない人が、そっか、降ったら降ったで素敵だけど、交通の便が悪くなっちゃうのか、それは嫌だね。じゃあそれは嫌なので快晴ですかね。逆に快晴を望みます。サッチヤッホー、ありがとう、来てくれて。寒いね、本当に寒いな。あったかい。交通機関に影響でないって、あ、確かにパラパラぐらいだったら大丈夫かな。こんばんは、こんばんは、さちやっほー。あ、そうなんだ、去年のクリコンはそうだったんですね。雪って素敵だけど支障もありますね。手を洗う時に水が冷たい、いやそうわかる。今日手を洗うじゃないですか、ハンカチねちょちょって拭いて、結構まだ水気が残ってたんですよ、ちょっとしか拭かなかったから。それで外出たらもう本当に手が凍りそうでっていう今日の思い出です。そう、室外機は昼と暖かい風出るので、あ、だからか、だからだね多分。こんばんワイン、こんばんワイン、ありがとう、ありがとう、もとさっちやふ、やもとさんありがとう、やもとさんありがとう、さっちやふありがとう。寒いです。サッチヤッホー、サッチヤッホーありがとう、サッチヤッホー。浮けるね袋ね、ギリギリまで。あのさ、この今のイベントのさやつなんだっけ、雪雪降った山本さんありがとう、池谷さんありがとう、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、見に来てくださって。さっちやっほーやっほー、こ
こんにちは、しきえさん、ありがとうございます。そう、雪がね、降って、そう、北海道とかもう雪が積もるレベルで降ってるのかな、わかんない。鳥取太郎さん、ありがとう。あっくん、ありがとう。いや、確かにちょっとなんでもないちょっと恥ずかしい。ありがとう。ノーリー、エマトさん、ありがとう。クマネッパさん、消化ドベッドさん、トーモさん、ありがとう。リョウチさん、ありがとう。何の話してたっけ。積もってますが、例年よりは少ないでしょうか。あ、そうなの。でも積もるんだね。まだ積もってるのは見てない。看板にちょっとだけ積もってるのは見た。安部さん、ありがとう。天使のぬぐさん、ありがとう。今日は雪に似合うメイクな気がした。今日そう、外で鏡をね、チラッて見たときに、うっかりあんこさん、ありがとう、ときに、そう、いい感じでしたね。まあ、ポイントといたしましては、なんか青っぽいハイライトを青み系の涙袋に入れて紫のチークをしたことです。ちょっともうだいぶ取れちゃったから全然わかんないんだけど、そう、ちょっと冬っぽいメイクして。マルスさん、ありがとう。初めまして、初めまして、来てくれてありがとう。サチ、ヤッホー。そう、メモメモそう、冬のサチのメイクをしてみました、初めて。かわいい、ヤッホー、ありがとう。そう、透明感、ありがとう。肌も白、ありがとう。サチ、ヤッホー。ソラさん、ありがとう。そう、という感じのメイクです、本日。そう、寒いとね、そう、あと鼻も赤くなるよね、寒いと。そういうメイクちょっとしたよ鼻にまでね、チーク塗って。そう、サチコ、でもブルベじゃないかなと思ってます、勝手に。わかんないです、でも何が何かはわかりません。そう、そういうメイクをしてみました。 MHIMA さん、ありがとう。最近毎日山口県のみかん食べてる。美味しいですよね、山口県のみかんも。そう、こんばんは、ちら、ありがとう。こんにちは、こんにちは、メモ、こんにちは、こんにちは、サチ、ヤッホー。あ、ちょっと温まってきた。鼻赤いサッチにソリ引くの任せたいです。うん、そういうこと真っ赤。あ、そう、サッチは気づいちゃったんです。今月のクリスマスのママ写真一言書いたんですけど、自分はもう何書いてんだってこと書いてましたなんだろう、ちょっとひとひねりしたくて、やっぱ生写真の一言は毎回それをモットーに書いてるんですけど、我ながらね、ちょっとくすすすとなってしまった。カズくん、ありがとう。そう、ぜひ見てみてください。七並べでも見れるかな、確か。そう、遠藤さん、ありがとう。え、なんか、なんて言うんだろう、なんかはってなるは、何言ってるん曲、替え歌を書いてるんですけど、そう、シャイニングフィンガーさん、ありがとう。ペットくん、ありがとう。そう、
えってなった、え何そうっていう感想を持ちましたね。まなちゃんありがとう。うん、替え歌そう。ペットくんハートありがとう。そう、ぜひ見てみてください七並べのウルトラレアにも書いてあった気がする。遊びに来たよ、ありがとう、遊びに来てくれて。こんにちは、しけんさんありがとう。こんにちは、お気をつけてくださいね。なんかカメラが近い気がする。試験です、試験さん来てくれてありがとう。カメラはね、遠目が好みなんですよ。こんばんは、こんにちは、りょうちさんありがとう。ゆき、いや、それにしても床が寒いですね。中華堂ペットさんありがとう。ペットくんありがとう。寒い床が、体勢を崩すとね、床が寒いんですよ。そろそろ髪もね、切りに行かないといけませんね。いや、本当に寒いな、どうしよう。なんで、なるべく、地に足をつけたくないんで、そう、浮いてます、今。肩が固まってる、わかる？そう、自分でも思ってる、なんか肩が上に上がってるよね。お疲れ様です、ありがとう、お疲れ様。サチ髪きれいで、ありがとう。今度はね、トリートメントしてみたいんですよね。はじめまして、ありがとう、はじめまして。靴下はもちろん履いております。もこもこ靴下がなければ私はダメです。そう、お疲れ様です、お疲れ様。暖かい空気を得に行くのよな。ああ、それなんか理科の授業でやった。覚えてる。ミミさんありがとう。確か小学生ぐらいで言ってたのかな。そう、ずっと上の方にいましたね。学割が使えるのは確かに。そうですね、終わっちゃいますね、学生が。足入れるやつ買おうの。何足入れるやつって。でも冬になってやっぱり電気代が上がってましたね。やや上がっていました。ホットカーペットおすすめ。ホットカーペットいいよね。でも私ホットカーペットもね、寝落ちしちゃうんですよねだからもう暖かくしたらダメなんですよ。いつもそう床で寝転んでて、毛布かぶっ、あ寒いなと思って毛布かぶったら、そういつも寝ちゃうから、温めるのがね良くないんですよ。さっちゃん、ひくげは辛いもの食べたら、確かに。いやでも本当に辛いもの食べたら確かに温まるとは思う。本当にもう昼ご飯食べようと思うね。お昼ご飯食べると眠くなっちゃうね。学校とかでさ、5時間目が何かによって結構変わるよね、寝るか寝ないか。こんにちは、試験さんありがとう。なんか寝そうな授業だとあーってなるよね。こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。おはようございます。いいですね、皆さん美味しいものがとか。おばじゅう系のためで今年から使うみたい。あ、わかった。使い捨てないカイロかな。使い捨てないカイロですか。こんにちは、しけんさんありがとう。さち、こんばんは、こんにちは。猫は電気のいらない最強の、いやかわいい猫飼いたい。
お膝に乗ってくるの可愛いよね、猫。動物ね、可愛いよね。あ、そう、数分寝てたってコメントで思い出したんですけど、昨日か一昨日に、机があって、机に なんでこうやって机にこうやってスマホいじってたんですよ、下でこうやって、下、私そのまま寝落ちしてたんですよね。恐ろしいと思いません？私そのまま寝てました。びっくりした。何の寝たかは分かんないけど、そのまま寝てました。サッチ、ヤッホー、こんにちは、こんにちは、ありがとう、こんにちは、こんにちは、ありがとう。そう、後つく寝方してそのまま寝てましたね。びっくりなしましたわ。猫になったら僕もサッチ。残念、ダメでした。マコさん、ありがとう。寝落ちエピソード多いなって、ほんとそうだよ。お疲れ様です、お疲れ様です。どっちもにもね。そう、すぐね、外でだけどすごく寒かった。いやー、夜になったらなんかより寒くなってそう。やだね、出たくないなー。もうでも明日もね、ずっと寒いよね、もうこれからはきっと。授業中、授業中はね、堂々と寝ない派だった。いかにね、バレないように寝るかって対決してましたね、サッチーは。そう、でも結局遊びに来てありがとう。結局何がさ、なんか現役先生の方とかいる？結局さ、何が一番バレないか、結局わからないまま卒業しそうですね。サッチー的には考える、こう右手を結構、ね、これはね大変なんですけど、結構右手を動かしながら書いてるりして、こうやって寝るのがね、まあ、一番バレないのかなって今思ってるんだけど、どうなんだろうね。でも一回っていうか、なんか先生側の方に立ったんですよ、普通に休み時間に。もうね、全部見える。だから寝て、なんかもうほんとこうやって寝てたらもう一発だからって思った。そう、こんにちは、サッチー、ヤッホー、来てくれてありがとう。結局何が一番バレないんだろうね。あと姿勢が良くて目線だけ下げて描くタイプの子ですよっていう感じを出しながら寝てる時もあった。そう、潔く保健室にはしてやばい。先生寝てきます、こんにちは、こんにちは。そう、寝るなね。でも言われたことない。でも多分バレてるとは思う。あの、寝てるやつ大丈夫かとは言われたことありますね。結構ドキッとしましたね。ギルスさん、ゆきありがとう、ファートありがとう、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとう。そう、まぶたに目を描きましょう。いや、してたらもう笑っちゃう。自分が先生だったら、ね、逆に寝させたきたくなるよね、面白すぎて。こんにちは、大丈夫じゃない。なんかそういう、なんていうの、面白い子いいよね。大丈夫じゃない。チームに勝つのね、難しい、本当に。そう、
コントみたいにまぶたにマジックで、いやまあもなんかそれをするならなんかクラスメイト全員とかだったでやりたい、先生ドッキリみたいなやりたい。まだねそういうことやったことないんですよ。でも楽しそうだよねそういうの、よく見るんだけど。いけちゃんありがとう。眠い時は寝るいやでもそうだよねやっぱそうは思うよ。こんばんは試験さんありがとう。でも授業中でもちょっと寝たら回復する時もあるよね。でも怖いのよね、なんかだいたい5分とか10分寝たらちょっと回復するよとかよく言うじゃないですか。でも授業中の5分って長いんですよ結構。そうだからそう長いから長いんですよ、長いからそう長いゆきおさんありがとう。そうね授業中ちょっとでもね、期待さんありがとう、寝れたらいいんだけど。そうなんか本当は15分とかだよね。でも15分なんて寝ちゃったらもうほぼ授業終わっちゃう、終わっちゃう。なんかさ授業中絶対ずっと寝てる人とかいるじゃん、ああいう寝てる人たちって本当に寝てるのかな。さっちも寝たことあるんですけど、なんか本当に寝たことはないんですよ本当に。家でする寝落ちとかしたかな、こういうこうやって家でもねこうやって本気で寝落ちしたことあるんですけど、そこまでなったことないのね学校では。そうでもずっと寝てる子いるじゃん、たまに寝てるのかな、どうなんだろう、経験者いませんです、いませんかいや本当に寝てるよみたいな。そうさっちちゃんと意識はあるんですよ。そうガチ寝ないんですよね。こんにちは試験さんありがとう。こんにちはこんばんは試験さんありがとう。配信時代眠ることあります。この前眠かった朝配信の時見てない誰か。そうくまねっぱさんありがとう。授業中ですごっ巻き舌はね、あのドゥルルルのやつですよね。あれはね、ボイトレの時によくやりますよ。寝ながら変な目、あ、そう、そうなる。そうなるのよ。呪文みたいなこと書くよね。ぽやーって。ケン・キザキさん、ありがとう、ユキ。いてててててて、正座痛い足が。マープさんはこの前、あらそうなんですかさっきさんもタブレット授業生、タブレット授業しました、しましたね。結構そう結構してたかも。さっちやっほー。そう弟だとね頭に何も入ってないんですよ、いかにね寝ないかを。そうテスト中に居眠りして初めてだったか、テスト中に、あそういうことか、テスト中はそうか、すごい起きたら終わっててびっくりしただろうにねえ、そうダンスの授業ありましたよ。たっていたらさんありがとう。中学の時ねダンスの授業で発表しました、選ばれて、イエーイ。でも高校は選ばれなくてショックでした。そう文化祭する気満々だったんだけど全然だった。今日も可愛い、ありがとう。テストで行き終わって寝てたら裏目に続き合って焦った思い出。えそれどうなったんだろう、それどうなったの結局間に合ったのかな。そう
先生どうやって点数取る。確かにね、確かに確かに、わかんないわかんないけど、こんにちは、なんか言ってた気もするけど忘れました。あー途中までしか解けなかった。まあそうだよね、寝てて一気に目覚めるやつね、はっってそう一気に目覚めるやつ。こんにちは、こんにちは。さっきちょっと男子掃除した的な、いや真逆ですよ、何も言わない人だよ。ポケーンとしてましたね。世界の小西桃男さんありがとう、フリーダムさんありがとう。てか実際言ってる女子あんま見たことないかも。本気に踊ったウハっぽい。いやでも割と変なことしてましたね、早めってしたことやばい面白すぎる。カスミしてたの、そうなんだ、面白い。早弁か。でも高2の時はあのすごくよく食べる女の子といたので、早弁弁当はあるんですけど他にパンも一個買って食べたりはしてました、一緒に。そう、サチサチ購買ついてきてやって言って、はーいってついてって一緒に食べてました。楽しかったですね。レッスンありがとう、ありがとう。こんにちは、こんにちは。ミキヤくんありがとう。そうだね、早弁はやったことないかも。弁当は弁当で食べてましたね。そう、弁当は弁当。あつよしさんありがとう、こんにちは。なんか名を消したとかさんありがとう。一回あつやさんありがとう。私も一生忘れられない出来事があって、あの科学の授業だったんですよその時は。であのすごくずっと目線がこの辺のね、すごいおじいちゃんの先生だったんですよ、優しい。そうで全然授業も当てたりしないタイプの授業で、生徒のことは多分ね一切 見えてないんですよ。そうでそんな中隣の席の子が教科書に隠れてあのパン食べてました。私はあれ一生忘れないそうちょっとみんなに言っちゃった、ごめんね隣の子、今ちょっと全世界に発信してしまった。そう多分、あでも周りの席の子はねバレてたんだけど先生には多分バレてない気がする。そう漫画みたいでしょ、だからびっくりしたの。隣でゴソゴソしだしてチラって見たらパン食べだして、そう私一生忘れない、あれ忘れれないっていうか面白すぎて。でもそういうのいいですよね。サッチーは割と面白い、面白いですね , 笑っちゃうそういうの。そう、見えててスルーしたんだから確かに。なんかもう結構あれだもん、結構もう先生になって長そうだからね、ああまたこんな子もいたなみたいな感じで終わるのかな。さんじゃないよ、オッチェさんはね真面目な子なんですよ。そうそう、でもサッチはそういうちょっと面白いことする人好きですよ。そう、通知表の採点費とかにも、うわ確かに全然ね
話さない子だったから、そうあんまり話さない子だったからこそ逆にびっくりしたのね。そう突っ込めないから、そう何食べとんねんって言えなくて、えっっていう目でずっと見てた。そうどうだったんだろうね、下がっちゃったのかな。サッチに一生覚えてもらえるなんて羨ましい。いやでもあの今この話をするまで忘れてました。そうその子がパンを食べてた。フリダムさんありがとう。こんにちは、試験さんありがとう。じゃあワイ僕大学一番ドル、やばい覚えちゃうよそれは。いや覚えちゃいますね、蘇っちゃう、また私の過去の。そう何食べてるの、確かに一口ちょうだいって言うかもしれない、サッチだったら。え何食べてるの、うん、なんか塩パンだったか なんか結構普通のパンでパン食べてる。え一口ちょうだいってめっちゃ笑顔で言おう今度。何パンだったか忘れました。そうコンさんありがとう、ありがとう。ということで6時になりましたので本日の壇上を読みさせていただきます。10位トウモさん、12位リョウチさん、11位ギルスさん、10位キタエさん、9位ケンさん、8位アチヨシさん、7位ナオケした男さん、6位トンさん、5位ハジリコさん、4位鳥取太郎さん、3位ユキオさんありがとう、2位ヤスベさんありがとう、そして1位は熊根パパさんありがとうです。ありがとうございました。皆さんやっとね部屋が温まってきた頃なんですが、そうお食事食べるのでこの辺で終わろうと思います。という感じで本日はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。ということでね、本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん来てくださってありがとうございました。ありがとう、配信見に来てくれ。そして今日一日お疲れ様でした。何食べるかはね、決まってないんだ。でもヨーグルトはね、最近夜に絶対食べるようにしてる。だからバナナのヨーグルトを食べます。蜂蜜がけ。はい、です。他にも食べるけどね、プラス。ということで、今日も一日お疲れ様でした。そしてまた明日頑張りましょう。明日から1週間も。ということでおやすみ。まだ寝ないけどみんなもありがとね今日も一日。まったねー。ありがとう。